あなたは今自分のうまくいっていない現状をどうやったらここから V 字回復できるんだろうそんな風に思っていませんかえどうも、かどちゃんです、えー。今回は東京競馬における馬券内に来る関西馬の見分け方についてお話をします。えー、これを理解していないとあなたは周りで馬券を当ててよしよしと 喜んでいるものを見て、あなただけは、その中で、馬券を外した悔しさで唇を噛みながら、あのレースコンモニターに映るゴールシーンを見ることになってしまいます。えー、そうなることで、家に帰っても、あなたは、レース結果を今一度見直すも、やっぱり結果が変わることはない。そうして、今週もダメだったな。そう言って手を挙げますが、 バケンで負けたという結果が変わることはなく、それを毎週毎週繰り返す、気づいたら大晦日、あなたは来年も JRA にお金を落とす、負け組みのレッテルを貼ったまま、新年を迎えられることになってしまいます。しかし、これを理解していれば、あなたは感情に流されずに勝ち続けることができます。そうなることで、あなたは週末から大切な人と、そのバケンの収益で、 あの、助手園の焼肉を食べることだってできるんです。そうなれば、あなたの大切な人は、目を真っ赤にして、ありがとうと、あなたに感謝してくれることは間違いありません。では、そうなるために必要なことは何なのかそれは、東京競馬において、強い馬、関西馬、強い関西馬、馬券内に来る関西馬の見分け方を知ることです。えー、それは、どういうステップを見分けかというと、 二つあります、えー。一つ目は、京都競馬場で構想しているかどうか。京都競馬場で構想しているかどうか。そして二つ目は、中京競馬場で構想しているかどうか。中京競馬場で構想しているかどうかです。えー、なぜこのステップがいいかというと、東京競馬場というのは、特に芝コースは左回りでスピードが求められる芝です。京都競馬場は、えー、スピードが求められる芝であり、 かつ、中京競馬場というのは、左回りの直線に逆のあるコース。だからです。これを足して、あげると、まあ、かけてもいいんですか。足す、まあ、かけるという表現しましょう。かけると、速い芝である京都、かける左回りの直線が長いコースの中京。これ足すと、東京競馬場になるんですね。東京競馬場は、時計が速い芝であり、かつ左回りの直線が長いコースだからです。 なので、今すぐあなたは東京競馬で馬券を買う際は、まず関西馬に焦点を当て、そしてそこで、京都競馬場と、中京競馬場で構想しているかどうかを見るようにしましょう。なお、関東馬においても、東京競馬場で走る際、この京都競馬場で構想しているか、そして、中京競馬場で構想しているか、この観点で見るのも良いです。それでは、東京競馬においては、今すぐ、中京競馬場と京都競馬場が、 関連性があるということを、スマホのメモに書くか手元にある紙を用意して書いておいてください。それでは、今回もありがとうございました。失礼します。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。最後まで見ていただいてあなたにだからお話をすることなんですが、僕の馬券術というのは、ここでは全てお話しできていません。なぜかというと、ここで全てを話すと、あなたが聞くのは大変だと思ったからです。長くなってしまうため。 そのため、もうすでに1000円目から鱗でしたとか、えー、本当に愛されて1年8ヶ月続いている僕の化犬術ブログ、下記の動画説明欄にリンクとして貼ってあります。動画を見て意欲が高まっている今が一番あなたにとって化犬術がインプットされやすい、頭に入りやすいタイミングなので、今すぐ下記の動画説明欄よりブログリンクをクリックして閲覧をしてください。それでは、失礼します。ありがとうございました。